ヘンドリク・アンドリーセンは、オランダの作曲家、オルガン奏者。オルガンの即興演奏とオランダのカトリック天礼音楽を一新したことで知られている。1892年、ハールレム生まれ。アムステルダム音楽院で、ベルナルト・ズベールスに作曲を、ジャンバティスト・デパウにオルガンを指示する。ユトレヒト大聖堂のオルガニストとなり、即興演奏で有名になった。 1926年から1954年までアムステルダム音楽院で作曲と音楽理論を講義した。その間、1930年から1949年までユトレヒトのカトリック教会音楽の研究機関でも教えていた。1937年から1949年までユトレヒト音楽院の院長、続いて1957年までハーグの 王立音楽院の院長を務めた。1952年から1962年までの、間は内名編のラドバウド大学の院外教授でもあった。作品には8つのミサ曲、テデウム、4つの公共曲、還元楽のための変奏曲、オーケストラ伴奏の歌曲、室内楽、チェロソナタ、ピアノソナタ、オルガン独奏曲がある。作曲技法は、 フランス音楽の強い影響が見られる。作曲家のユリアン・アンドリーゼンとルイ・アンドリーゼンの父である。ありがとうございます。